ルーカス・フラデツキーは、スロバキア・ブラチスラバ出身で、フィンランド国籍のサッカー選手。フィンランド代表、ブンデスリーガ・バイエル・レバークーゼン所属。ポジションは、ゴールキーパー。フィンランドの TPS でキャリアをスタート。2008年にオランダ・ルール・ローで開催された U-19 チームの国際大会で、大会最優秀 GK に選ばれた。2009年1月、 エスビアウ FB に移籍、4年契約を結んだ。2010年8月、トム・ヒートンが移籍したマンチェスター・ユナイテッド FC が新たな控えキーパーとして、フラゲツキー獲得を検討していると報じられた。2012から13シーズン終了後、エスビアウとの契約を拒否したと報じられた。2013年6月、ブレンビーフにフリーで加入。契約は4年。 2015年8月アイントラハとフランクフルトに移籍。移籍金は推定250万ユーロ。2018年5月、バイエルレバー空前へ2023年6月までの5年契約で完全移籍した。16歳の時から各世代別代表に選出されている。 UEFAU-21 欧州選手権2009のフィンランド代表メンバーにも選出されたが、膝の怪我のため辞退した。UEFAU-21 欧州選手権2011では、正ゴールキーパーを務めた。2010年1月、スペイン・マラガで開催される、親善試合、韓国代表戦に臨むフィンランド A 代表に選出、ベンチ入りした。5月のエストニア代表戦で途中。 出場始発キャップを記録。2016年6月の UEFA 欧州選手権予選3割の代表戦で初スタメン。以降レギュラーに定着している。ありがとうございます。